29日放送の7人組ダンス&ボーカルグループ BE:FIRST がグループでナビゲーターを務める番組ミリオンビリオン J-WAVE 毎週土曜17時にマナトとレオが出演。22歳の誕生日となったマナトにサプライズでお祝いを行う場面があった。マナト、22歳の誕生日迎える放送の同日が、まさに22歳の誕生日だったマナト。番組が始まるとすぐに、まず、誕生日おめでとうございます。とレオから祝福が送られ、ありがとうございます。忘れてた、今日だね。そっか誕生日か今日俺とマナトは少しびっくりした様子を見せた。22歳になったと聞いたレオが、オーディション受けた年だね俺が。と懐かしむと、マナトも、俺はあの時19歳か、と解雇。二人は、3年経ちました、早いもので、としみじみと番組をスタートさせた。バル、マナト、22歳の抱負語るまた、番組終盤、台本通り締めに向かって番組を進めていたマナトに、この時間は、と突然語りかけたレオ、何?と不思議そうなマナトの前にはケーキが運び込まれ、何?マジで、書いてないよ台本、いつ?え、マジで?と歓喜しながらもパニック状態のマナトにレオは、これはもう会議に会議を重ねまして、とスタッフと共に準備したことを明かした。その後、22歳の抱負として、一人のアーティストとしてもそうなんですけど、グループとしてもなんかまた色濃い残せるように、と口を開いたマナト。これまでを、土台作りの時期だった、と振り返ると、新しく BE:FIRST に出会う人の数も多いと思うし、逆に今までたくさんライブに来てくれた人も見に来てくれる機会が多いと思うので、何かいいスタンスみたいな、僕たちのスタンスは崩さずに、僕たちにしかできないことだったりとか、また一つ上に一歩進化できるように頑張りたい、と力強く語った。